はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、これ最近個人的にハマってる YouTuber のパクリになるんですけど、サムネイルとタイトルを見てもらえればわかる通り、こちら。加藤、10447205系南部染色6両セットの方を開封していきたいと思います。よいしょ。このちょっとね、古い製品はね、ここ見づらいか、ホッチキス止めしてあるっていうね、どうでもいいね。よし、でーん、はい、まずね、説明書ね、はい、これね、写真は那覇7編成なんですけど、モデルになってるのは、那覇5編成ですね。南武線の、2孫の大窓ですね。小窓は山手線からの専属車ですね。なんだっけな、10のなんちゃらかんちゃら版が那覇39がね、製品化されてるんですけど、こちらはね、大窓車、南武線に新製導入された、編成になっていますね。はい。じゃあ早速先頭車の方から見ていきましょう。はい、まあお顔こんな感じですね。やっぱ2孫かっこいいですね。この顔立ちですよ。もういや安定ですね。安定最高ですね。はい、で側面こんな感じです。はい、まあぐるっと一周、こんな感じですね。屋根上は、ここにアンテナある4つ取り付ける穴開いてて、でまあクーラーとか、その辺がくっついてます。で裏こんな感じですね。台車はビス止め方式になってますね。はい、車輪の色は銀色です。那覇39の方は、車輪が黒色ですね。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、じゃあ次、2両目いきましょう。はい、こちらはパンタグラフがついた車両となっていますね。はい、まあ上げるとこんな感じですね。ひし形パンタですね。南武線の2孫はね、末期に、全部シンパに変えられたんですよね。はい、まあこんな感じですね。で実は那覇号もう一本持ってて、そっちはライトの LED 化と、カプラーの TN 化と、あとはシングルアームパンタ化してて、もういろいろ手加えてて、多分まあどうしようもないやつなんで、こっちはねあまり手を加えずにね、このまま楽しんでいきたいなと思っています。まあライトの LED 化は多分すると思うんですけど、まあ他は多分いじんないですね。はい、これが動力車になってますね。加藤製品は基本的にパンタグラフがついてる車両が動力車のイメージなんですけど、これはパンタグラフなしのモハーですね。そちらが動力車になってますね。はい、こんな感じです。はい、次、なんか埃が、ね、落ちてきた。はい、わざとこんな感じですね。はい、そして次5両目ですね。はい、こんな感じ。ラスト後尾車というか、まあ反対側の先頭車。
はい、まあざっと一周こんな感じですね。こちらもアンテナ取り付け用の、穴、ちょっとピントが、うまく合ってくれないんですけど、アンテナ類を、取り付ける用の穴となってます。はい、とまあ以上、車両は、まあざっと、こんな感じでした。はい、てな感じでね、以上、南武線の2間号の大窓那覇5編成の模型の開封動画でした。これを合わせると、うちに、南武線が今何本いるんだろうな。まあ少ないんですけど、これで5本目かな。この那覇5が2本と、那覇39が1本と、233の N なんちゃら加藤のやつが1本と、あとは、トミックスの209の、古いやつですね。確か那覇1あたり、のやつが1本ですかね。の計5本となりました。まあ、かなりね、車両が充実してきてはいるんですけど、まだね、僕の模型の走行動画を1本も出してないんですよね。まあ、ね、早いうちにね、模型の走行動画の方も出していきたいと思ってるんですけど、何せ走行動画撮影するカメラが今ちょっと、なくてですね。今撮影してるこのコンデジも正直まあそこまですごくいいかって言われると別にそうでもないんですね。まあ型落ちだし、まあ安かったし、みたいな感じで買ったんで、まあ実際その場しのぎ感が否めないカメラになってますね。なんで、まあ、模型の動画ね、うまい具合に撮影できそうなカメラちょっと探して、で、そっちもまた中古で買って、で、今使ってるこのカメラをまた売り、みたいな感じですかね。はい、まあそんなところですかね。まあ以上で、動画終わります。もしよければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。模型の走行動画早いうちに出したいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。やばい、当たっちゃった。